高橋由一チャンネル。武田総務省がテレビを持たない人にも対するネット配信を NHK に要請したというニュースがありました。これはネットからも受信料を取ろうということですかっていう。ね、この法律改正はね、ちょっと前に実は行われていた。はい、NHK は実はね、ネット配信するためにちょっとした法律改正が必要だから、うん、ちょっと前に法律改正してるんですよね。はい、だからその流れですね、はい。で、どうしてそういうような NHK でネット配信をって法律を出したかっていうところに戻るんだけど、はいはい、これはね、実はね、民放、なんでしょう、NHK 以外の民間の放送局、はい、民放は実はそういうような法律の縛りがなくて、はい、ネット配信は今でもできるし、前からもできるんですよ。はい、でもね、民放でネット配信ってほとんどしてないでしょ。うん、なんか、TVer とかいうのがちょっとあるけど、ね、でもあれほとんどやってないからね。うん、なぜやってないかっていうと結構簡単でね、はい、地上波のスポンサー、はい、がちゃんとお金出して放送して、はい、それでネットの方で流したら、はい、それをスポンサーはちょっと困っちゃうじゃない。それで、ね、ネットの方に流しちゃって、流しちゃうとスポンサーが全部ね、はい、広告してるわけじゃなくて、はい、ネットで流すとまたネットで広告つくでしょ、はい、うん、だから民放はこれやらないんですよ、なかなか。民放でちょっとやらせた方のがいいと思ってて、はい、ネット配信、どうせ時代の流れだからね。はい、著作権をきちっとすれば、まあ問題ないんだけどね。はい、まあ世界どこでもやってますけどね。はい、そういうのを、ちょっと日本の民放はやらないから。うん、で、NHK を使って、実はちょっとネット配信の、テレビのネット配信で仕掛けたんですよ。これ昔総務省の管理はね。そうそう。それだから、そういう意味ではね、民放に対する刺激策な。で、ここでね、民放はあんまり報道しないんだよ。もう報道したくないんだよ、俺。もうすごく嫌なんだよ。嫌なんだ。だから最初 NHK がやるにあたって、NHK は国費でやってて、どうのこうのって文句言ったりして、最初はだから選挙とか災害だけに限定するしてたわけね。でも法律改正しちゃったから、はい、もうそこまで、なんていうかな、ちょっと大々的にやらざるを得なくなってきてんだよね。っていうかそういう流れなわけ、はい。で、それはだから民放が全然ネットの同時配信しないからですよ。でも民放はさっきの理屈で言うとなかなかやれないですよね。スポンサー抱えてるからね。そうです。でもね、本当言うとね、スポンサーの方はね、先回りしてね、ネットでもね、スポンサーでやればいいだけなんだよ。あ、うん、だからそれは民放局が、民放が困るだけなんだよ、これはっきり言うと。どん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 ネットの方に流れるでしょ。はい、して視聴率っていう形で見なくなるじゃない。はい。ね、スポンサーの方はね、結構簡単でね、はい、テレビ局の方にお金出すんじゃなくて、はい、なんていうかな、ネットの方の YouTube にお金出せばいいだけなんだよ。どっちでもできるんだよね。うん、だからどっちでも本当は構わないっていう立場なんだけど、はい、テレビ局が一番困るからこれ反対する。あと広告代理店も困っちゃいますよ。もちろん困るよ。広告代理店とテレビ局が困るんじゃないの一番。へ、うん、だから今のところあれだよね、ネットの方が広告のパフォーマンスがいいっていうのはもう明らかになってるんだよね。ネットっていうのは、属性がリアルタイムで全部わかるから、はいはい、テレビなんかは、視聴率調査って言って、サンプル調査のちょっと後のしかわかんないでしょ、うん、で属性よくわかりにくいんだよね、はい。それとネットの方がリアルタイムで全部 の視聴者がわかるから、はい、広告パフォーマンスははるかにネットの方がいいってもうみんな目、うん、企業は気がつき出しちゃった。で、その流れを加速するのが嫌だから民放はずっとネット配信、同時配信を抵抗してるっていうのが構図ですよ。だからそれはちょっとあんまり世界の流れから見てひどいんじゃないのって言うんでね、はい、それでまあ総務省がちょっと仕掛けたっていうのがこの NHK のネット同時配信なわけ、はい、こういう解説って絶対にテレビ新聞はしないでしょ。で、自分のあれは弱みを絶対言うことはしないの。そうなんですね、うんうん、でもこれ仕掛けたとはいえなかなか思い越し上げない感じしますよ、ね、NHK？ あの民放は自己自得だよ、最後は。自己自得だ。NHK 自体は積極的になったんですか？私に書いてあるからね。メールくらっちゃったらそれやるよ。そうなんですね。で、これは別に NHK を助けるわけでもなんとなくて、民放の尻を叩くための政策だからね。うん、別に NHK はどういうふうに思うと、まあ、法律上の要請くらったらね、はい、やらされないからやるんじゃないですか。え、でも NHK からすると、ネットで配信したら、じゃあ、そこからも受信料くださいって言いそうじゃないですか。でもそこは別の話だから、受信料どっか取るっていうのは別の話だから、うん、それはそう簡単には取れないよね。取れない。だからスマホ持ってる人からみたいな、ね。はっきり言えばね、スマホ持ってる人で、はい、今やってるのは、NHK のちゃんと受信はしてますね、契約してますねとかそういうのを確認するっていうのをやってるんだけどね。あ、そうなんですか。そう。でもそれでも大した話じゃないよね、正直言うとね。うん、そうですね。
だからこれはあれで NHK の方から締めといえば、まあ民法こんなのやると民法からまた叩かれるんだけどなと思いながらやってるんだよ。あ、そうなんですね、うん、NHK ははっきり言うと別にネットからになっても受信料をもらえるのは同じだから、はい、そんなにあのこだわる話じゃないんだけどね。民法と広告代理店の方は自分のスポンサーが逃げていくって話になる、はい、いや最悪民法は流せばGoogle が、まあ、持ってたとしてもちょっと入ってくるじゃないですか。ちょっと入ってくるけど、はい、今まで広告代理店とあれがたくさん取ってたのがバレちゃうでしょ。バレちゃうってこと、うん、普通の常識的にはね、うん、あのちょっと安い方にシフトして広告パフォーマンスがいい方にシフトするってことだから、うん、まあネットの方に行くんだけどね、その流れはなるべく止めたいんだよ民法は。だからこういう報道もほとんどしませんよ。でもそうやって聞くと一番まずいのって代理店が一番、代理店もまずいよ、あんなたくさん取ってるからもう本当何も大変だよ、金にならなくなっちゃいますよね、うん、だからネットに流れちゃったら代理店は開催できなくなるから大変ですよ。あ、今電通とか結構やばいんですか、うん、なかなか大変でしょ。オリンピックでちょっとね一息つけたかもしれないけどね、 あと大変じゃないの。大体だから今まで暴利をね、むさぼっててね、巨額のね、はい、利益を上げてたっていう構造が、もう今ネットができちゃって、だん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 見直されてて、うん、それでみんな変に思いつつあるから、はい、こういうふうな総務省の中でもね、はい、ぐっとネット配信で NHK を使ってやろうなんていう考えも出ちゃうんだよね。なるほどね。今、YouTube がものすごいじゃないですか。うんうん、だから、それ以外のプラットフォームを日本でっていうのは無理なんですか。まあ、利益が上がってきたら出てくるんじゃないの。だから今だってあるもんね、何個かね、うん、だからやっぱり YouTube だけで依存してると大変だっていうので、はい、あれだよね、いろんなプラットフォームっていうのができつつあるからね、うん、それまででも YouTube に迫るほどはなかなかいかないですよね。まあそれは競争だからね、うん、だからそれはあの先行者が優位なんだけど、うん、だん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 こういう競争っていうのもいろんなのが入ってきて、はい、いろんなサービスを提供するとね、はい、だんだんあのなんていうかな、一つの独占っていうのはなくなってくるっていうふうに思うことなんじゃないですか。あ、そうなんですか。うん、だからそれは今あの YouTube が先にいいプラットフォームを作ったからね、はいはい、もう先行利益があるってだけじゃない。あ、そのうちどっか追いついてくるかもしれない。そりゃそうでしょう。うん、うん、それはそういうもんでしょう。じゃあテレビも盤石だと思ってたんだけどネットにやられちゃったっていうことなんだそうですね、うん、目先考えるといろんなことはすぐ起こりにくいんだけど、はい、ちょっと長い目で見るとすごい大きな変化が出てるんですよね。あ、じゃあテレビ局今何個か潰れる可能性が結構ある。潰れてあれで、ね、その電波を、はい、あの携帯かなんかに売った方のが経営としてはまともですよね。そうですよ。地方局とかってどうすればいいんですか。大変だね。あのもう地方局でだいたい山下りが行っててね、それでなんかキー局の番組をそのまま流してるってことだったけど、もうそもそもテレビの方で魅力がなくなってくると、あのネットでどん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 できるわけでしょ。それでこの番組だって地方で見られるわけでしょ。そうなってくるとなかなか大変でしょうね。そうですよね、うん大変でしょうねって、まあ、客観的に言ってて言ってるだけだけどね、私はね経営者の考えの話だから、どういうふうに経営でね判断するか知らないけど。そうです、うん、本当そうですよ。ネットで配信したら地方局ますますいらなくなる。もちろんいらなくなるよね。大体、うん、あれだよね、あの新聞がテレビ局持って、テレビ局がキー局と地方局支配してるなんて構造は日本ぐらいしかないから、これはなかなか持たないんじゃないの。今回のこのね、あのネット同時配信っていうのもそういうのが加速する一件で、はい、だからそこはだからテレビ局は抵抗してる、民放はね、うん、抵抗してるってことなんじゃないの。この変化は生きてる間に見られそうですね。これは見られそうだ皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。